黄色い壁紙は1892年1月にザニュ New England m において最初に公表されたアメリカの作家シャーロット・パーキンス・ギルマンによる6戦後の短編である。本作は19世紀における女性の身体的、精神的な健康に対する態度を描写するものとしてアメリカのフェミニスト文学の初期における重要な作品とされている。物語は 一人称で記載されており、医師である夫が夏の間古い邸宅を借りた女性が書いた日記の記述という体裁となっている。主人公らは邸宅の他の部屋は使わず2階の子供部屋で暮らすこととした。主人公は一時的な神経衰弱経度のヒステリー傾向と夫が称するものから回復できるよう治療の一形態として働くことを禁じられ、よく食べ、 よく運動し、たくさん呼吸をするよう勧められていた。主人公は体に過度の負担をかけているとして叱責されるのを恐れ、夫と家事を手伝いに来ている夫の妹には日記を隠している。部屋の窓は子供たちが登ってくるのを防ぐために格子がかけられており、階段の上には門があるが、主人公とその夫は邸宅の他の場所や隣接する土地に立ち入ることが、 できるようになっている。物語は、主人公の精神的健康に対する抑圧の効果と、主人公が精神病に陥る過程を描く。主人公を刺激するものが何もないため、主人公は壁紙の模様と色に執着するようになる。あの壁紙は、最も奇妙な黄色だ。私が今までに見た黄色のものすべてを思い起こさせる、金砲毛のように、美しい黄色ではなく、 古く汚れた不快な黄色いものを、あの壁紙はそれだけではない匂い。この匂いのことで私があれに似ていると思いつくことができる唯一のものは壁紙の色だ。黄色の匂いだ。最終的に主人公は壁紙の模様の後ろに這い回る女たちがいると想像し、主人公もそうした女たちの一人だと信じるようになる。 主人公は夏の賃貸期間の終わりに退去することを拒否し、今や安全だと思える、唯一の場所となった子供部屋に閉じこもった。外では地面をはわなければならないし、何もかもが黄色ではなく緑色だ。でもここなら、私は床を滑らかにはうことができるし、壁を一周する長い筋のような染みに、私の肩はぴったり合うから、私は道に迷うことなどありえない。 物語は若い女性が狂気に陥っていく様を詳細に描く。主人公を支えてはいるが誤解している夫であるジョンは出産後に安静療法を行うことが主人公の最善の利益であると信じている。一家は主人公の言葉を借りるとなんだかおかしい植民地時代の邸宅で夏を過ごす。主人公とその夫は主人公がかつては 子供部屋であったと推測する2階の部屋で暮らす。その部屋は、主人公の回復に必要な空気を提供する窓の数が多いため、寝室として使われる。主人公ら夫婦に加えて、ジョンの妹ジェニーが登場する。ジェニーは二人の家事を手伝っている。当時の子供部屋のほとんどがそうであったように、部屋の窓には、格子がはめられ、壁紙は引き裂かれ、床には、傷がついている。 主人公はこれらのすべてが子供の手の届く範囲にあったため、これらはすべて子供のせいだろうと考える。しかし、読者は最終的に部屋の損傷の原因を知ることはできない。主人公の日記の記載の多くは部屋の壁紙の描写となっており、黄色い匂い、恐ろしい模様、剥がされた部分、壁紙に触れる人の肌や衣服に黄色のシミが残ることが書かれている。 主人公は寝室に長くいるほど特に月光の下で壁紙がどう変化しているように見えるようになるかを書いている。壁紙以外に主人公を刺激するものがないため、その模様と絵柄はますます主人公の興味を引くものとなっていく。主人公はすぐに絵柄の中に人物が見えるようになり、最終的には女が図柄の背後で四方すべてを這い回っていると信じるようになる。 主人公は壁紙の女の解放を試みる必要があると信じて壁に残った壁紙を剥がし始める。夏の賃貸期間の最後の日に主人公は壁紙の残骸を取り除くため子供部屋に閉じこもる。ジョンが帰宅しても主人公はドアの鍵を開けることを拒む。ジョンが鍵を持って戻ってきた時、ジョンは主人公が部屋を這いずり壁の周りを回って 壁紙に触れているのを目撃する。主人公は、とうとう私は出てきたのよ。あなたもジェーンもいたけどね。と叫ぶ。ジョンは卒倒し、主人公は気絶した、ジョンの体を乗り越えて部屋を這い回り続ける。シャーロット・パーキンス・ギルマン・ギルマンは、当時のアメリカにおける女性の役割を探求するために執筆を行った。ギルマンは、女性には、家庭外での生活が欠如していることや、 拡調性社会の圧力などの問題を探求した。その作品を通じ、ギルマンはアリス・ウォーカーやシルビア・プラスといった作家らに道を開いた。黄色い壁紙において、ギルマンは主人公の狂気を当時の女性に対する医学的、職業的抑圧への抗議として描いている。夫や男性医師が女性の最善の利益のために動いていると、 思い込んでいたということを念頭に置いても、女性は精神的に弱く傷つきやすいものと描写されていた。当時、女剣ンンシャラは、精神病と診断された女性の急激な増加は、彼女たちが男性が支配する社会において女性に認められた、役割に挫折したことの兆候であると考えた。書くことは、最終的にアイデンティティを形成し、反抗の一手段となってしまうことから、 女性は書くことすらも妨げられた。ギルマンは女性が権利をほとんど持たない時代において書くことは女性が存在する数少ない方法の一つとなったと認識した。ギルマンは物語の構想は患者としての自分の経験から生まれたと説明した。この物語の本当の目的はミッチェル博士の目に留まって彼の治療方法が誤りだと説得することだった。 ギルマンは数年間うつ病に苦しみ、できるだけ家庭内で過ごすことを求める安静療法を支持する巧妙な医師の診察を受けた。ギルマンはペン、鉛筆、ブラシに触れることも禁じられ、1日に2時間までしか精神的な刺激に触れることを認められなかった。3ヶ月後、ギルマンはほとんど自暴自棄になり、医師の指示に背いて働き始めた。自分が どれくらい完全な神経衰弱に近い状況にあったのかを理解した後にギルマンは診断への抗議を込めて状況を誇張した上で黄色い壁紙を執筆した。ギルマンはミッチェル博士に一部を送ったが返事はなかった。ギルマンは黄色い壁紙は人々を狂わせるのではなく人々が狂ってしまうのを防ぐことを意図しておりそれはうまくいったと普言している。 ギルマンは何年も経ってからミッチェル博士が治療法を変えたことを知ったと主張しているが文学視野のジュリー・ベイツ・ドックはこれには信頼性がないとしている。ミッチェル博士は安静療法を続け、1908年にもより広く彼の治療が受けられるよう安静療法に特化した病院を設立することに興味を示していた。この物語は フェミニストの批評家によって19世紀の医学における男性中心性を非難するものとして解釈されてきた。主人公の回復への提案は主人公を非合理的であり、従って自らの状態についての提案を行うには不適格なものと見る固定観念に当てはめる言葉を用いることで無視されてしまう。この解釈は女性がこの時代に押し込められていた 家庭という領域の概念に基づくものである。フェミニストの批評家は物語の結末においてどの程度の勝利がなされたのかに着目している。主人公は狂気に陥ったと主張する批評家もおり、結末は自分を閉じ込めるようなものだと感じられる。結婚におけるある女性の好意主体性の主張であると考える批評家もいる。また、精査を意識させるような行いとして、 読み書きを強調したことも壁紙の重要性を示した。もし主人公が日記を書くことも読むことも許されなければ、主人公は自らが探し求める逃げ道が見つかるまで壁紙を読むようになってしまう。壁紙の中に女たちを乱すことを通じて、主人公は講子の中では自分の人生を生きることができないと気づく。物語の結末において夫が意識を失って、 床に横たわっており、主人公は象徴的には夫を乗り越えるような形で夫をまたいで這い回るこれは主人公は自らの正気を犠牲にして夫に勝利したのだ、と解釈されている。スーザン・エス・ランサーの論文、黄色い壁紙のフェミニスト批評とアメリカにおける色の政治は現代のフェミニズム及び、それが 文学の研究及び解釈の変化に果たしてきた役割を称賛している。黄色い壁紙は作品の内容が不快であるまたは攻撃的であると判断するイデオロギーのために失われた多くの作品の一つである。アトランティック・マンスリーの編集者などの批評家はもし彼が自分自身がそうであったように他の人々を悲惨な気分にしてしまった場合、彼は 自分自身を許すことができないからとして、この短編の掲載を拒絶した。ランサーは、エドガー・アーラン・ポーの作品についても、同様の後輩、悲惨さといった主張は当てはまるにもかかわらず、ポーの作品は印刷され、学者らによって研究されているということを主張している。黄色い壁紙は、フェミニストに、文学を異なる方法で解釈するための道具を提供した。ランサーは、 主人公自身が壁紙を読もうとするにあたり、一種のフェミニスト的解釈を行っていることから、この短編は特にこのような再解釈に馴染む媒体であると述べる。この物語の主人公は壁紙の中に一つの意味を見出そうとする。最初、主人公は壁紙の矛盾したスタイルに着目する。壁紙は鈍いが派手であり、時代遅れで不確かではあるが、目立つ。 主人公は模様も考慮に入れて、幾何学的な整理を行おうとするが、一層混乱する。壁紙は光の反射により色が変わり、ジェーンには気づけない匂いを放つ。夜になると、主人公は壁紙の複雑なデザインの中にある格子の後ろにいる女を見ることができるようになる。ランサーは、ジェーンは自己投影を行うことができるテキストを見つけることができたと主張している。 ランサーは主人公と読み手の間に関係を構築する。読み手としての主人公のように人は混乱を招くような複雑なテキストに行き当たるとそこに単一の意味を見出そうとする。ランサーが述べるように読み手がテキストを完全に理解することができないのは私たちが教わってきた読み方が理由である。過不調性のイデオロギーは多くの研究者が 黄色い壁紙のような小説を解釈し、評価することを不可能にしてきた。フェミニスト批評によって、黄色い壁紙は、標準的なカリキュラムにおける、基本文献となった。フェミニストは、文学の研究に大きく貢献したが、ランサーによれば、それは、不十分である。私たちは、女性の作家や読者が、思考や社会観光の支配的なパターンに関与している。 ことを認識している。未だ隠されている、または見過ごされている意味を取り戻すのであれば、おそらく自分たちのパターンについても脱構築を行う必要がある。黄色い壁紙は物語における狂気や無力感の取り扱いにより、ゴシック文学の一例とされることもある。例えば、アラン・ライアンはこの物語をその発端から離れて、 この物語はこれまで書かれた中で最も素晴らしくかつ力強いホラー小説の一つである。幽霊の物語かもしれないし、より悪いことにそうではないかもしれない。ホラー作家のパイオニアであるハワード・フィリップス・ラブクラフトは随筆文学における超自然の恐怖において黄色い壁紙は教女がかつて閉じ込められていた恐ろしい壁紙が貼られた部屋に暮らす女性の上を ハイマール狂気を微妙に描写しており、古典の域に達していると述べている。ヘレン・レフコイッツ・ホロビッツは、著書、ワイルド・アンレスと、シャーロット・パーキンス・ギルマンザ・メイキング・オブ・ザ・イエロー・ウォール・ペーパーにおいて、この物語は、ギルマンの最初の夫であり、芸術家のチャールズ・ウォルター・ステッドソンと、ステッドソンが要求した伝統的な結婚に対する、心からの叫びであると結論付けた。 ギルマンは、ギルマンの娘キャサリンと、ギルマンの友人であり、キャサリンの義母にあたる、グレース・チャニングを守るため、非難をかわそうとしていた。聖公会のピーター・カーリー大司教は、パースの正常時代制堂において、1992年3月7日に、オーストラリア初の女性主催らの聖職案手指を行うにあたり、教会における女性の状況についての参考及び、メタファーとして、 説教の中でこの物語を用いた。サリー・エデルスタインは、黄色い壁紙は、イエロー・ジャーナリズムの流星に対するギルマンの憎悪の偶意だと主張している。1909年11月にザ・ホー・ランナーを創設したギルマンは、報道が洞察をより深め、誇張された物語や派手な見出しに頼らないことを希望していると明確にした。 ギルマンはしばしばメディアでスキャンダラスに報じられ、メディアのセンセーショナリズムに憤慨していた。物語における主人公と壁紙の関係は、ギルマンと報道の関係と同じであった。主人公は壁紙があらゆる芸術的な罪を犯している、乱雑で派手な模様をしていると描写する。エーデルスタインは、ギルマンのイエロープレスに対する嫌悪感を踏まえると、これは、 当時のタブロイド新聞のことを描いていると主張する。ポーラ・エトレーシュラーの論文、エスケーピング・ザ・センテンス、ダイアグノシス・アンド・ディスコース・イン、ザ・イエロー・ワール・ペーパーにおいて、トレーシュラーは、この短編において表現されている、女性と書くことの関係に着目した。トレーシュラーは、壁紙を、性的、不平等の根底にある、パターン、神経衰弱の現れ、主人公の無意識、 拡張性のもとにおける主人公の状況に沿った何かであると見るフェミニスト的なテーマについて書くのではなく壁紙は主人公はかつては幾分か自分自身を表現することができていた世界から阻害されているという事実及び言説を示す象徴であると説明しているトレイシュラーは言語と書くことに関するこの議論を通じてシャーロット・パーキンス・ギルマンは 格調性的な言語構造が押し付ける文章を否定しているのだと説明する。トレーシュラーは厳密にフェミニスト的な主張の正当性を認めているもののテキストを詳しく見ると壁紙は女性の言語と言説を指すものと解釈され壁紙の中の女は女性が発言の権利を得た後にのみ存在し得る女性の象徴であり得ると記載している。この主張をすることで トレーシュラーの論文は書くことの二つの形、すなわち比較的古く伝統的なもの、新しくエキサイティングなものの間に新たな闘争があることがテキストから見出されるということを示唆する。これは主人公の夫であるジョンが妻が何かを書くことを好まず、そのためこの物語が記載されている日記が秘密にされ、主人公と読み手にのみ知られている。 という事実により裏付けられている。テキストからは、主人公と壁紙の関係がより強くなるにつれて、主人公の日記にも主人公の欲求不満と絶望が記載されるようになり、日記の文中の言葉もより強くなっているということが読み取れる。ありがとうございます。